えー、こんにちは、速塾の久保でございます、まあ2年を過ぎようとしているこの感染症騒動確か丸2年前っていうのはなんかクルーズ船のことで持ちきりだったような気がします、えー、私はテレビを見ませんのでテレビの話題やテレビで今、まあ、なんかこう話題になっていること有名なことっていうのがとんとわからないんですがキュレーションサイトとあとはね私の場合ね海外のね PDF ファイルやブログをよく読むんですよ。 そうするとアメリカ、オーストラリアそしてヨーロッパ圏内ドイツやフランスからもたらされた情報によると日本はこう見えてるよっていう図で評価することになるんですよねうんそうなると割とね損たくないメッセージが届くようにはなるんですよまあ、その件は今回置いときまして今回ですねある方のこの2年間の感染症騒動によるまあ、感想というかねあのその方の 見方を紹介しようかと思います。まあ、紹介したからどうってことはないんですよ。あのー、皆さんがね、あ、そんな考えもあるんだなと思っていただければと思います。最後に私なりの総括をさせていただきますので、よろしかったらそちらの方を合わせてご覧ください。それではね、朗読させてもらいます。はいえー、私なりに感じること、今回文章で失礼しますということですね。文章でいただきました。ちょうど2年前の1月、得体の知れない新型あウイルスという感染症のことをテレビで知り、その時は大変だなとか、 本当にウイルス感染が広がるんだろうかとかそんなに騒いでいるけど何なのとかテレビを見ながら他人事のように思っていましたえそして時が経つにつれて新型コロナウイルスはどんどん身近に迫り私の考えも追いつかないままあっという間に日本中に広がってしまいました今までに経験したことがないことばかりが起き花粉症や風邪でもないのに常にマスクをつけての生活や外食をしようともお店は臨時休業そもそも外出もできない 現実、テレビを見ると毎日新型ウイルスのニュースでしたクラスターの発生や医療機関の切迫状況犠牲になってしまった人や有名人なども連日放送されただことではないと実感しました隣の市でクラスターが発生しますます身近に新型ウイルスが迫り本当に大変なことが起きているとようやく自分ごととして考え始めたのを覚えていますそれからはマスク着用はもちろん 手指消毒や3密の徹底も実践し今では当たり前の習慣として身につきましたそういった人たちが増えればきっと収束に向かうと思っていましたがなかなかそうはいかず第2波や第3波さらには変異株といった新型の凄さまじさを目の当たりにし切迫され圧迫され圧倒され続けていますしかしそんな中私には新型ウイルスに対する副産物もありましたこっからですよ それは自分自分身で稼ぎを生むこと今では普通に会社に勤め給与をもらって生計を立ててきた人生でしたがこれからは自分自身でビジネスを行い稼いでいく、まあ、今更と思う場面もありますが私は新型ウイルスの影響で外出ができなくなった時にインターネットという世界と出会いまたインターネットの重要性にも気づかされましたたくさん学んでインターネットを自分自身の力にしたいと思ったんです そしてさらに世界全体でもインターネットの世界が大きく変化しているのも今のこの時代だと思いますこの世界が変化するタイミングに自分自身も便乗し5年後10年後には自分の目指すべき姿にたどり着けるようにこれからは歩んでいきたいと思っています新型ウイルスの影響で多くの犠牲やたくさんの方々の苦労など暗いニュースや出来事もたくさんありますがそれをステップアップとして捉え これからの人生自分自身ができる精一杯の学びを通して目指すべき姿へ精進してまいりたいと思いますというふうに綴られておりましたこういうふうな感想を持ちですねつまり世界で起きている現状をしっかりと捉えてねうがった見方をするんではなくこの時代の中に合わせて自分が何ができるかな最大限の何かね可能性を探るとしたら何かなと思ってインターネットの重要性インターネットで稼ぐということにたどり着いたということなんですよね この2年間でそういう考え方にシフトチェンジした方はかなり多かったんじゃないかなと思います。インターネット関連株は今までにない軒並みのね、上り上昇を見せていて、そして昭和型の旧世代型のビジネスっていうのはどんどんね、苦境に追えられてきました。具体的に言うと、居酒屋さんとか飲食店さんとか結構苦しい思いしてるんですよ。それから意外なことに宗教です。宗教ってのはそもそも密になってこそ モチベーションを高めて、そこに教祖様があられることによって熱狂を生む、そんなビジネスモデルでした。でも、集まることができないということからね、宗教っていうのはかなりの離脱者を出してるそうなんですよ。ある宗教団体の報告によればですね、リモートで集会をやったり、お祈りをしたり、スマホで何かね、新人事をしたりとするケースも増えてきたようですが、今までの宗教の概念から、どこにも スマーートフォンやテクノロジととの相性がが悪いと感じる方が離脱していったようですえそして私たちは新しい何かを信じるときにオンラインサロンというものにねかなり宗教的な信心をもたらしているそうなんですよねつまり宗教っていうのは心の安定や安らぎを求めるものとして私たちに作用してましたそれが別に神様でなくても自分の信じる人や 自分の信じる概念に集まってもそれができるということに多くの方が気づいたのかなと思いますはい、この辺はねまた掘り下げていくと長くなりますけども今回いただいたメッセージってのはインターネットによってこの状況が、うん、最悪の状況でもなくなるよってことをね教えてくれてるんじゃないかなと思いますね、うん、私もねよく感じることなんですけども何も起きていなくてもこういった感染症がなくてもインターネットの波に乗って人生を変えた方が たくさんいるというふうに私の目から見えました。でもこの度、世界中を取り巻く感染症という、言ってみればね、世界大戦のような最悪な状況。この最悪な状況の中でも、だからこそ最悪だからこそ、最善を尽くした人が、次の時代の扉を開けることができたんではないかなと思うんですよ。こんな状況になってもね、なお、インターネットに嫌悪感を燃やしたり、そして、コミュニケーションは、 人と人が合わないと成り立たないと思っている方はどんどん寂しい局面に追いやられているんじゃないかなと思うんですよなんかそう考えるとねこれは特に誰かを揶揄するわけではないんですけども人と人とが関わって出会ってみんなで何かをすることによって初めて信頼が生まれるというふうな概念にとらわれている人は今かなり孤独な目にあってるんじゃないかなと思うんですよ私の町内でもあらゆる夏祭りや 仲介事がなくなくってですね、リモートでリモートができる人だけが一つのコミュニケーションを成立させてるんですよね。これは年齢に限らずです。中学生でも高校生でもそれから60代の方でも70代以上の方でもスマートフォンを持って LINE 通話などで人と人との関係を温かく感じる人もいればテクノロジーをねやっぱりいまだに使えずに 関わるるる人人がいいななくてて忘れられらもいるんじゃないかなと思うんですよぜひねインターネットの力で稼げる自分になっていく人との温かさや人との信頼関係をスマートフォンを通じてもきちんと発信できて受け止められるそんな新しいまあ新人類と言いますかね古い言葉ですけどもそういう人がこれから台頭していくんじゃないかなと思う次第でございます。と、まあ、いろいろと思うことありますけどね 今回メッセージいただきまして、私も非常に考えるところがありました。はい、えー、ではね、これからもいろんなメッセージによって、私自身も気づかされていくことが多いと思いますんで、えー、またご連絡いただければと思います。ありがとうございました。